お元気ですか、ボクシミです。今日は BBM 北海道日本ハムファイターズ2020開封動画2回目の今度ね後編の10パックを開けていきたいと思います。前編同様に、ノーマルカードをね見せるだけにします。で、レアカード直筆サインカードをねちょっと公表しますのでよろしくお願いいたします。で、太田大志外野手のカードでございます。現在はね横浜に在籍しております。はい、2回目でございます。2回目ですね、ごめんなさい、2回目じゃなくてね、2パック目でございます。で、こちらね、キャラクターでございます。これがね、チェックリストでございます。で、ニューカマーですね、川野流星投手のカードでございます。3パック目でございます。で、小笠原、ヘッド兼打撃コーチのカードでございます。で、中田翔内野手の、ね、カードでございますが、現在はね、巨人に、ね、在籍しております。4袋目でございます。で、こちらね、太田大志の選手のカードでございます。5袋目でございます。で、武田勝投手コーチのカードでございます。現在はね、退社しております中田翔選手でございます。で、こちらですね、宮西直樹投手のこれは、金箔サインカードでございます。で、こちら100分の25をなんとこれはねジャージカードでございます。分子と、この背番号が一緒の場合はねこういうジャージカードといいまして、価値がね、あるカードでございます。ちょっとね、おかけていただきます。5袋目でございます。で、ホールドワンカードでございます。石川直也投手のカードでございます。で、ニューカマーですね、これね、ビアヌエバ内野手でございました。現在はね地元に帰ってね、現役を続けております。かつて巨人にもね在籍したことがございます。
間違ったらごめんなさい。7袋目でございます。西川春樹選手のカードでございます。であ、ごめんなさい、で、これ有原康平投手のカードでございますが、現在はソフトバンクホークスに在籍しております。8袋目でございます。近藤圭介外野手のカードでございます。で、ユニフォームカード出ましたね。宮西直輝選手のユニフォームカードでございます。で、こちらがですね60分の26でございます。いや、これは惜しかったです。1位ね、少なかったらね、これジャージカードだったんですけどね。でもね、貴重な、ジャージカードでございます。で、ニューカマーの、これはハーヘーゲン投手でございます。9袋目でございます。で、武田勝投手のカードでございます。滑ってしまいました。で、最後のね、10袋目でございます。以上でございます。以上で BBM 北海道日本ハムファイターズベースボールカード2020の開封動画を2回目終わりたいと思います。やっぱりね、直筆サインカードは出なかったんですけどね、こちらのね、ジャージカード、ユニフォームカードでございますね。こちらね、ビジター戦で使用したカードのね、これ、選手のね、ユニフォームの切れ端のね、一部をね、これは使ったカードだと思われます。こちらもね、大事にしたいと思います。またこういお金がありましたら、こういった、開封動画もやっていきたいと思いますし、カップラーメン動画やレトルトカレー、カップ焼きそばのね、食動画もやっていますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。